日本一のスプーン曲げのマジシャンなんですね。スプーンが少し曲がってくるのをご覧いただけると私マジや本当だ。あーと、曲がってる曲がってる。物理じゃありこんにちは、山崎です。今日は、マジックバー、バーディーに来ました。マジシャンのバーディーさんが、日本一のスプーン曲げのマジシャンなんですね。で今日はその、まあ、僕も体の不思議とかその意識の使い方を探求している人間としてそのスプーン曲げがどういう、 こう意識の使い方で曲がってんのかとか、まあ、それを僕が見破れんのかとか、まあ、そのあたりをご覧いただけたらなと思います。じゃあ店の中に入っていきましょう。はい、じゃあバーディーさんの、マジックを実際見てみたいと思います。じゃあバーディーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まあテレビとかで見てこられる方は大体スプーンが怪しいって言われるんですけど、はい、まあ、調べていただいてて、はい、まあ、まあ100均なんでね、どうですか？いや、なんか買ってきたスプーンやなっていう、なんかその細工は分からん、うん、細工は何もない。そうですね、マジシャンが曲げるときよくこうクルッと回して曲がりましたってやったりするんですけど、うん、これはまあ振っとる間とかが怪しいですよ、うん、で、うん、そうやって今から僕の特技ですから、うん、まあ、まず何も使わないっていうのと、うん、スプーン挟んで、手の間スプーン挟んで柔らかいって本当に柔らかくなるっていうのをやります。目の前でやりますね。手の間挟んで見ますかね、押したりしなくてこのままね、ふわっと持って軽くなるでしょ。そうするとスプーンが少し曲がってくるのをご覧いただけると。マジや本当だ。ただこれだけでしょ、ほら、うわ、曲がってもうた。そうするとスプーンが少し曲がってくるのをご覧いただけると。マジや本当だ。ただこれだけでしょ、ほら、うわ、曲がってもうた。完全に曲がってますか？曲がってます、完全に。だから大事なのは100均ですから、こうやってグッてやったら戻せなくはないわけです。体重乗せたらね、はいはい、だから、うん、あ、すごい力で押したんでしょっておっしゃる方もおられるわけ。だから今度はちょっと戻してよいしょ、今度手の上乗せたら隠さずやります、はい、つまり押して曲げるんじゃなくてここを押すイメージをするわけ。パワーを送れば先の方からですよ、少し曲がってくるのをご覧いただけると。ちょっと曲がってくるでしょ。本当だ。何も見えないよ。その意味が分からへんの。意味なんかないです、スプーン曲げて。何の役立つかって言われたら役立たない。免許をお借りしまして、はい、で、よっこいしょ、ちょっと戻しますよ。で、あのこう吹いて、そう、および立てる。で、スプーンの先をこうやってつまむ。これだけでいいですね。これやったら僕は力でやったら分かりますでしょ。はい。うん、いきます。あ、なんか柔らかくなっている気がするでしょ。気持ち。あー、ほんとだ。そうでしょ。家の鍵開けるみたいにゆっくり左側に回してみてください。そしたら硬さ感じなくなっている。うっそー。うっそー。ねじってもうてるやん。ねじってもうてんな。どんな感触でした、その回した時。感触ゼロ。ゼロ。どうぞよかったら力でやってみてください。なかなか。曲げ場にキュッてやると曲がるんですよ。いかない。昔神戸製鋼のラガマンねじったやつ今。ここにもあるよ。硬い人も右手ちょっと握ってください。握るでしょ。で左手握り出してください。今触ってみてください。で今触ったらまあ硬さって分かるじゃないですか、はい、ある程度ね、はい、今度優しく触るんです。サワサワってこう優しくふわふわって触る。そう、僕の目を見ます。で今からパワーを送るわけですよ。さっきまで硬かったスプーンがいきますよ。手の中です。僕一切触らないです、スプーンね。押してください。押したスプーン柔らかになってます。そうです。ええー、と溺れてもった。何も感じなかった。ご自身でできるわけですよ。今でもほんまに触ってなかったですね。だからこれはほんまに、ね、雨細工の人が雨寝るぐらいの感覚で力でグーってやるんじゃなくてこねる。こねたって1回転半ぐらいすぐしてるんですよ。もちろん硬い方なんかも曲がると思ってやればスプーンは皿以外大体いけますね。根元の方から曲がると思う。ほら、曲がってってる、曲がってってる。物理じゃありこんな。
あー、形変わってもうた。まあよかった、これ家で使っていただいて。マジっすか。なんか体をコントロールするとか、そういうのをされている。はい。で、私はこう頭をコントロールするのがね、マジシャンってやっぱ気持ちとか、そういうのをコントロールするってやるんで、うん、例えばですよ、マジシャンで、こうよくあるのがこうパラパラパラってやって好きなところでストップって言ってくださいみたいなのがあるんですけども、うん、大体これね、言うタイミングをコントロールしてるわけです。だからよくマジシャンがこうやってストップ、あ、早すぎますとか遅すぎますとか言うんですよ。あれ基本的にコントロールなんですよ。はい、次こういう風に言うっていうのを仕向けてるわけなんですけども、うん、じゃあ例えばお好きなところでストップっておっしゃるやつがいきますね。パラ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 。まあまあ何でもいいです。初めは何でもいいです。これね。で、まあまあ例えばスペードの8を使いますと。スペードの8です。で、じゃあ、この人は多分早めに言うやろな、遅めに言うやろなって大体わかる。これを、例えばこう、まあまあある程度コントロールするわけです、その場所に。多分、お前そう言われたら、早よ言ってやろうとか遅言ってやろうとか真ん中にいろんな気持ちになると思うんですよ。そこら辺でコントロールできるわけですよ。マジで？で、ね、もうちょっと、もうちょっと、お好きなところで、ストップとおっしゃってください。見ながらでいいですよ。どうぞ。ストップ。ちょっと真ん中ぐらいになります。もう一切こう、心を無にしてやろうと思ったんですよ、今。はい。で、ちょうど真ん中ぐらいに持ってきとったら同じように行かせる。うん、ね、おー、ほんまにスペードの8は。すごいなぁ。コントロールされてますね。コントロールされてますね。まあ、ただ、これをやる上にあたっては、マジシャンのこの落とすさじ加減みたいなのもある程度あるじゃないですか。バッと落とすとか、ゆっくり落としていくとかあるじゃないですか。だから、今度はね、一つ選択肢を与えます。選択肢ね。っていうのは、ちょっと、まあまあ正直、上の方に持ってきといて、上の方に持ってきといて、お好きなところでストップとおっしゃってください。もう一回いきますよ。パラ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 で、このカードにしますか、まだもうちょっとありますけど、どうします、進みますか進みませんかっていう選択肢、これ運命変わるわけですよ。このカードにするんだか、まだ上に行くんだか、どうしましょう。このカードにします。本当に、はい、もう進まなくていいですか、はい、これ進むことはもちろん変わってるわけです。進まないという選択肢、進んでたら違うわけですよ。進まないっていう選択肢を今コントロールされているみたいな話ですね。本当に心をコントロールされてるのか、僕の指先のテクニックとかなのかっていうのは、はい、最終的に、そうですね、年齢おいくつですか ?45 です。45歳、あ、いいですね。おいくつですか ?45 です。45歳、あ、同い年ですか、は来月46です。あ、46。ほんだら、多分、これね、1枚単位の問題なんで、1枚、はい、2枚、3枚。46になる。45と46ですね。今年は2023年ですから、45、46。もう一枚やな。OK。で、今一番下はスペードの7です。これこうやって広げます。トランプは52枚あります。こっちが1で、こっちが52。で、52はスペードの7ですけども、どこでもいいんで、どっかで分けるとして、さっきと同じことですよね。何枚目で分けようか。ただ、もうこの広げた状態で、お好きな数字、1から51まで、好きな数字言ってください。何枚目で分けましょう。じゃあ、浮かんだので。はい。49。49枚目です。今から49枚数えます。フェアにね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ですね、123456789301234567891012345678940123456789409枚目です、うん、最初選んだカードがスペードの8、うん、あ、もちろん40って言ってればですよ、クラブの9です、うん、49枚目です。俺、浮かんだって言っただけやのにな。なぜ浮かんだのかですよ。スペードの8よ。いや、僕ね、暗示とか催眠術をすごい勉強してたんで、うん、要はね、催眠ってその術じゃなくて、どっちかっていうと頭で思った通りになるっていう話なんで、
極端に言うと、あと体悪いですよって言ったら悪なってくるし、はい、あ、すごいいい体してますね、健康的ですねって言われたら、あ、なんか良くなってきたなってなってくる。だから言葉ってすごい大事なんですよ。で、今からそれを使ってマジックをするんですけど、例えば500円玉を使って、あの、まあ、マジシャンだとなんかこう、なんかうまいことこうね、握って隠しますとか、こうできたりとか、なんかこう握りますよって言っても、こう、うまいこと渡してないとか、渡しますって言っても渡してないってあるじゃない。ただ今回僕がやるんじゃなくて、お客さんがやると。私が。どうぞ、だからこれ持ってもらって、はい、後ろでやって、どっちかにもとかって前に出すんですよ。はい。で、どっちでしょうって僕にやるんです。3回やって、3回のうち1回でも僕が間違えたらお客さんの勝ち。3回。で、僕は右ですか、どうやって分かるかっていうと、右ですか左ですか聞きますと、聞いた時に今バレたくないって思ってるでしょ、どっちかっていうと、はいはい、必ず僕がこうやって手をかざしたりとかした時に、うん、右ですかとか聞く、何も言わなくていいです、左ですか聞くじゃないですか、動揺が出るんです。今バレたくないっていう動揺が顔に出てるんですけども、まばたきが多くなった瞬間ですから、今左に持ってます、開けてください。もう入ってる。まず1回目です。2回目行きましょう。読み取られてしまった。僕が今手かざしで当てますよってやってしまったんで、うん、2回目は防御力が高くなるんですよ。つまり僕はこうやって手をかざしたとしても動揺しないでおこう、はいはい、別のこと考えたら、うんうん、だから何も言わなくていいですけど、右ですかとか左ですかって聞いた時にもう一切何も反応しないんです、はあ、だから2回目は言葉で聞く、うん、へえ。で、僕が聞いたら今度は全部いいえって答えてください。右に持ってますか、いいえ。左に持ってますか、いいえ。これ声のトーンが変わるんで、もう一回左に持ってます。全然違うの。嘘ついてる時は声のトーンが。違うんだ。違う。じゃ3回目です。どうぞどうぞ。聞き分けられるんだ。3回目は手かざしてももちろん分からへんし、うん、言葉ももう別のこと考えながらいいえって言ってやろう、ロボットみたいに言ってやろうって思ってくるじゃないですか。はい、だから3回目はちょっと手浮かせますと。で、目つぶりますと。で、500円玉に意識を集中していただいて、いきますよ、僕話すだけですからね。頭の中で想像していただきます。500円玉に紐がついて、どん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 上の方に引っ張られている。500円玉、風船がついてますよ。風船がついて、どん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 上の方に引っ張られます。クソ、負けたか、クソ、上に引っ張られて、負けたか、負けようしよう。引っ張られる、引っ張られる、引っ張られる。どん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 風船が膨らんでいきます。もっと上に引っ張る力が強くなる。目開けてもらっていいですか。今引っ張られんところで頑張った手ですが、僕手かざしも一切しなくていい。最後は右手に持ってます。3回目です。どうぞ開けていただいて。入ってる、うん、今負けんとこって頑張った手見えるやん。うわ、乾杯乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、もうすごい、これ、どう頑張ったつもりないんですよ、全く。だからちょっとでも頭で想像したら必ず反応が出ます。はあ、風船あかんって思ったら風船の想像してるってことなんで、風船なんか考えんとこって思うだけでも反応出てるの。へえ、これはマジックっていうよりも洞察、その相手を見てるってことなんで。どうでしょう。あれマジシャンの言うことなんか話半分で聞いてもらったらね、煙に巻くやな、いいですか、パワーですとか言ってもね、あれ話半分ぐらいでいいよ。マジックをやっていきたいと思います。じゃあまずこの中で1枚お好きなカードを選んでください。1枚お好きなカードを選んでください。この中で、うん、どこでもいいってことですか。どこでもいいですよ、はい、どれ引かさないというテクニック、どれそれね、はい、じゃあ見ていただいて、でしっかりとこう覚えてください、どのカードになったか。このカードですね。OK。はい、この中に差し込んでください。どこに入れますか。ここね、差し込みました。はい。OK。見ました。はい、で今日はこの箱を使います。この中ですね。この中を見てくださいね。でこれを何も入ってない。何も入ってない。大丈夫？入ってないですね。動画でも、そうですね。入ってないですね。じゃあこれをこの中に入れて、これで魔法をかけます。はい。すると、いきますよ。当てますよ。
1枚だけが どこかな、あれどこかな、あれ、あ、出てきた、出てきました。これがこれがあなたのカードです。合ってますね、合ってますか、合ってますね、合ってますか、合ってますね、合ってますね。でも、あ、いや、大丈夫です。いや、このような簡単なマジックからね、催眠術から難しいマジックから、もしくはスピリチュアルな対談まで入っている私の動画サイトはですね、ここら辺にちょっと出していただいて、QR かなんか出していただいて、私と動画でいろいろもう毎月更新している動画が見放題、もうね、もうさまざまなマジックの DVD からいろんなものが見放題、簡単な明日から使えるマジックまで入っておりますので、ぜひこちらの方を見ていただければと思います。私の動画サイトもよろしくお願いいたします。お願いします。でもう一個、2月の、25日の土曜日に、ここの、六甲の、マジックカフェバーディーで、バーディーさんの、マジックショーと、僕も整体のこの施術、一瞬で変わる整体の施術を、まあ握手技とかリクエストがあればやってみたいと思うんで、ぜひこのイベントにも参加ください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。